スプリングクリーニングを描いた19世紀の絵画、スプリングクリーニングとは、冬の間に暖房を目的に石炭などを利用したことによって、巣などで汚れた家を大掃除するという欧米の習慣である。暖房に関係することからもわかるように、比較的寒い地域において、春に大掃除を行う習慣だったということもできる。冬期間低温になる地域では暖房が必要となる。 暖房のためには各家庭で何らかの燃料を燃焼させることが基本的な方法である。しかし燃料を燃やせば多くの場合はすすが出るし場合によっては灰なども出るし焚き木や石炭などであれば木屑や石炭屑なども出るためどうしても冬の間に汚れが溜まってしまう。この溜まった汚れを春になって暖房を必要としなくなった頃を見計らって 取り除くのがスプリングクリーニングの意義である。よって、もともとは冬に暖房が必要な比較的寒冷な地域の習慣だということができる。ただし、人間の移動が活発になったため、この習慣を持っていたものが暖かい地域に移住した場合もあるわけで、したがって必ずしも寒い地域だけで行われる習慣だとは言い切れなくなった。なお、 暖房に関係する部分の清掃を行うついでに、部屋なども徹底的に掃除するのが普通である。このため、スプリングクリーニングは、日本語に翻訳する際、単なる、春の掃除ではなく、春の大掃除とするのが通例である。たとえ、スプリングクリーニングで、暖房器具に溜まったすすやほこりを取り除いたとしても、晩秋になって、再び暖房器具を使用する際は、再点検を行うことが、 安全のためには重要である。また、例えば夏の間に鳥などが巣を作っていて、円筒を塞いでいることなどもあり得るので、特にその場で燃料を燃やすタイプの暖房器具を使用する前には、円筒の中も含めて点検することが望ましい。ありがとうございます。